10月12日、東京後楽園ホールで開催されるケイノックアウト2024アボール、ゴーロに向けた全実機量が都内で行われた。主張選手の中で注目を浴びたのは、パンチャン・リーダイ。彼女は第1試合、ケイノックアウトブラックニュージー48キロ契約、3分3リアル延長1アールに参加する予定だったが、最初の機量で40波、0が6と15波になってしまうアクシデントがあった。この成功で彼女の表情には安堵の色が広がった。彼女がこの日のために見せた強化トレーニングは、SNS を通じてファンに公開され、特に管理や足やヒップをパクタイ化上げた子が印象的だった。デザインに組んだ黒のハイレグ垂直で登場したパンちゃんは、極量の緊張感を気合わせながらも、自信に満ちた姿勢を維持していた。1回目の起量での失敗はショックだったが、順次に振り返ることなく挑戦し続けたその姿勢が、彼女のプロフェッショナリズムを示している。対戦サウスであるミリョーは、アジダ極量を終えていなかった。この試合に向けた双方の流れを見ても、パンちゃんは過去18勝、4KO と1尺という立派な戦績を誇り、原型ノックアウトブラック女子アトム級へとミニマム級の2階級防者でもある。一方、ミリョーは4勝、1KO ベンチ1敗の成績を持ち、K1 を抽選場としていて、空襲時代には全日本ウェイト地上量級の準優勝経験もある。その実際からも彼女の事例は歌う余地がない。両者の引き締まった緊張感の中で、試合当日が待ち望まれる。ファンちゃんの流れるような動きと、戦技スピードで物を言わせるミリョー。どちらが勝利を区分にするのか、ファンの期待も高まるばかりである。試合の成望に注目が集まる中、今後の展開に秒読みが進んでいる。